いみんな、俺やで。イエーイ。はい、社長、パインナメナメ3000円ちょっと小声でね、言わないとね。はい、そんなわけでいつものお店、月初の7のつく日でございます。月初の7の日はやっぱ暑いでしょう。ただ一般入場でちょっと入ってしまいますんで、ハードボイルドを取れたらハードボイルドの設定狙い行きたいと思います。無理やったらもういつも通り、今日も今日とてディスクアップ2ということで、早速入店したいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。イエイイエイ。じゃあさあ、というわけでハードボイルド取れたんですよ。でこれずっとジジイションベンモードの台で、まあ、そろそろ上げてくるんじゃないかってことで、とりあえず朝をこいつで狙いたいと思います。さあ、というわけで皆さんおはようございます。なめなめ3000の動画でございます。で久しぶりですね、ボイルド。お、ブルりましたね、めっちゃブルルンや。さあどうでしょうね。なんかね、店内のポップ見ますと明日が12時オープン。そうなんですよ、ボイルドで6掴んだ時も12時オープンでしたし、もしかしたら明日の方が激アツかっていうね、一抹の不安はありますけれども、こればっかり打たないとわからないですから、まずはしばらくこの加藤隆でちなみに今加藤隆命名した視聴者さんが隣にいるんですがはい、まあ、加藤隆を今日は頑張っていただいて、クソ雨戸もビチャビチャにさせていただきたいと思いますアホなこと言ってんと、投資をいかに投資を抑えて、まずはビッグボーナス、これを射止めていきたい。そんなわけで今日も最後までよろしくお願いいたしますと。これ激アツパターンかもですね。ほら、ありがとうございます。まさかのリンゴ姉さんからの入り目ということで64ゲーム。これね、こっからが大事なんですよ。これでショートコースだとマジでヤバいんで、どうかな。いやいやで、ショートコースはやめてくれよ、やめてくれ、やめてくれ。ショートコースいけましたね。おそらく白か。あー、リプレイ。あー、やばいぞ、やばいやばい。 ありがとうございます。いけましたよ、皆さん。さあ、そんなわけで朝市は若干ルート子、若干ルート子からの突如リンゴ姉さんで真っ赤っかということでさあ、頑張っていきますよ。幸先よしでございますよ。やっぱ今の当たり方いいですね、リンゴ姉さんからの当たり。もういって、ありがとう。この朝市のなんかな、何この外しで結構設定した出てると思うんですよね。これ普段あんまなれへんでしょ。なんか朝市はもしかしたらなんか関係あるかもしれないですよ、これ。あー、出ないね。たまたまやったのかな、前回は。前回いきなりアンビリーバーも出ましたからね。さあ、どうだ。グーですね。まあまあ、朝市はこんなもんかな。引き続き頑張っていきたいと思いますよ、皆さん。いやー、朝市は260高ということでね、ちょっと弱いですよね。ここは何としてでも1位が欲しいところだ。あー、弱そうやな。これで高が入ってくれたら激アツなんですけど。あー、マグロでいけ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 。なんでやねん、跳ねろ跳ねろ跳ねろ、ここここ。おー、ありがとうございます。さあ、幸先がいいぞ。さあ、タカラッシュ、しかも青色じゃないですか、皆さん。継続はとりあえず確定ってところでしょうか。さあ、頑張っていきますよ。
はい、激アツ。何ゲームか分かりませんが、いきますよ。ありがとうございます。見てくださいよ、これさあ、というわけで一発ストック、しかもチャンス来ましたよ、連続で。どうだ、あーそれかい。あ、でもグッドですからね、これエクセレントだったらまあほぼ当たってる。これはいいんじゃないですか。まさかのまたしても高設定なのか。頑張っていきたいと思いますよ。さあ、そんなわけでボーナスは何だ、何でしょうか。何だって何それ。やめてくれー、ショートコースやっぱりそろそろショートコースじゃないとね、ドラムも高もね、手こぎが必要ですよねえ。残念、150で終わりでございました。まあ朝一約400枚、微妙ですが、なんとか早い当たり当てていきたいと思います。はい、激アツ、わずか12ゲーム。シューティングチャレンジ決まってほしいな。あ、どうだ、分からんぞ。これ決まってるでしょ。ありがとうございます。ショートコースさあ、やばいぞ、やばい流れだ、いきなりもうこの台ほんまショートコース先行者死にますからね。おー、185、どうなんだ、頼むぞ。あ、なんとかい、カバン、あー、弱い。いや、わからんぞ。ここでふとしのマグナム登場、どうなんだ。あー、これはちょっと死んでまえ。はい、いただきました、203ゲーム。ふとしのダブルマグナム興奮しすぎて、もう当たってるやん。こっちもこいつら誰なんすか、知ってます、この兄弟。これまたの名前良かったら皆さんコメントでお願いします。いやー、もうほんまここでのショートコースマジで痛いんで、それだけはもう回避したい。だが現実から逃げられない、いけいけ、ショートコースやばいって、このノリやばい、マジでやばい。あー、スナイプチャンス1/2、これで当たった1/2、当たってほしいなー。あー、この流れはマジでヤバいっすね。ちょっとね、ボンカレー吹きます。いや、今ですね、ちょっと店内見渡してきたんですけど、ちょっと景気悪い感じですよ、パチンコも。あー、やはり明日の12時オープンの方が気になりますよね。場合によっては、もう勇気ある撤退、略して優待というわけで、今日は引いとこうかななんてね、やけ酒行きたい気持ちですが、どうやろな、まだ何にも分かんないですからね。まあでも、店内状況は若干不景気っていう感じですかね。若干っていうか、もうほんまいつも通りっすわ。こんなん決まってるでしょ、ビッグやってくれ。もう頼むよ、マジで。はい、ブイブイブイ。あー、どうかな。283ゲーム。よかった。
あーよかったよかった。まだもうちょっと延命できましたんで頑張っていきたいと思います。いや少ない、本当に279高ですよ。おっとこれで無理やったらもうガチで僕はそうやな。はい、ありがとうございます。しかもまたブルーですよ皆さん。このチャンスを生かしたいですね。お、ロッキーどっかで当たってたんですね。ありがとうございます。やめてくれよ、嫌だぞショートコース。あかんやん、こんな手こき好きやな加藤隆。ありがとうございます。見てくださいこれ、なんか一発いただきましたね。 OK、 先ほどのボーナスでございました。あーショートコマジかよ、300万銃よ。このパターンやばいですよね。これは激アツか。さあどうでしょう、さっきのスイカ当たっといてほしいところだ。ないんかい。250で終了でございました。さっきのリプレイは関係ないですよね。あどうやらな、今年のマグナムだよね。あれこんなの移動されてるでしょ。169。はい、ありがとうございます。よし、ナイスですね。さあ、ビッグに偏り人波が欲しいところだ。さあ、やっとこそ300枚を超えました。ありがたい。でもこういう時に限って入らへんねんでな。だよね。あー激アツや、当たっといてくれ。もう一個来い。ないんかい。もう一個来い。なんじゃこれ、あるんか、あるんか、ないんかい。さあ皆さん恐れてたことが起こりました。現在400ゲーム超え。この加藤隆だけは本当に治療なんでね、なかなかこうなると出ないんですよ。長いなこの動き。もう絶対これね、もう魔界村いますわ。もう何にも起こらない。はい、2回目。いやごめんなさいね、それは僕も粘りたいんですよ。せやけどもあの加藤さんが何にも言えへんから、まあこれ行きそうにないなって判断しやめました。いやまあガチで言ったら、あのやっぱり明日の12条分が非常に気になっております。ですから高設定かどうかは分かんないですけど、やめときます。それやったらこのディスカップの方がいつも通りレイアウト 100% 目指して、とりあえずチャレまで持っていきたいと思います。今日やばいな。現在350ゲームなんですけど、なんかもうちょっと無理と思います。だから何してもあかん日ってあるじゃないですか。
まさにそうなりそうな予感しかない。461やっと当たりました。なんかもう精神的にちょっとダメですね今日は。もう痛恨の3ミス。もうあかん、めっちゃ集中してない。今日も、はい、共通タネムイもゼロ。もう間違いなく1でしょうね。なんだかちょっと今日はやれそうにないんで、メダルがなくなったらもう優待します。これ絶対にやばいやろ。マジかよ。ダメだ。なんかもう今日面白いことも言えそうにないし、なんかちょっと顔が疲れ切ってるっていうか、なんかもう体めっちゃしんどいんで、もう家帰って寝ますわ。ごめんなさい、もうエンディングもなしでこれで終わりたいと思います。デゲデン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 、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。ほら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 、ありがとうございました。